おはようございます。釣り子 TV です。アメリカで行われていたバスマスターエリートシリーズの第一戦、アラバマ州のレイクマーチンという湖で行われていた大会で、日本人の大森隆弘プロが優勝しました。いやー、かっこよかったですね。っていうのも今バスマスターライブって言ってですね、インターネットからこうライブ配信で選手の戦ってる姿をですね、日本にいながらにして見ることができるっていうことで、時差の関係で夜中にライブ配信されているんですけど、ね、そこで大森プロがバシッバシッとこうクランクで次々とですね魚を上げていく姿っていうのはもう痺れました。で、たまたまなんですけども、それ釣り竿1本買ったんですね。それが実はですね、大森プロが使っていたタトゥーラエリート、これを注文していつに届くかななんて思いながら、そのライブ配信を見ていたら、こう優勝が決定した今日ですね、届いたんで、釣り子 TV ではどんな竿かっていうのをですね、これをちょっと開封しながら細かいところを見ていきたいななんていうふうに思います。まあ、こういう長い筒に入ってね届いたんですけども、あれタトゥーラエリートって3月の発売じゃなかったっけかっていうことなんですけども、実はですねアメリカではもうすでに販売開始されていて、それをまあ並行輸入っていうことであれば買うことができるっていう、ただですねアメリカの釣り具屋さんから買うような感じになるので、保証はつかないよところがあるので、まあもう注文なんかも、開始しているみたいなので、でこの前釣り具屋さんでいつ頃入りますかなんて聞いたらですね、まあ3月ぐらいにはっていう風に言ってましたので、およそ3万円前後で買えるんじゃないかという風に言っていて、まあただですね、春先の釣りにあのクランキングロッドどうしても欲しいなと思ってですね、待ちきれなくて、まあ保証はついてないんですけど、買ってしまいました。じゃあ、まあ、早速ですね開けていきたいと思います。ちょっと長いんですけど、ね、こっち下って書いてあるんで、でですね、大阪にあるメリケンタックルさんっていうですね釣り具屋さんで、すぐあるよっていう感じで書いてあったので注文したら結構早く元々すぐ届きました。結構現地に梱包した佐川急便で届いたんですね。何にしてもやっぱこう春先に大森プロが使っている真っ白なクランコンポジットのクランキングロッドを使いたいななんていうふうに思っていて、釣り雑誌に載ってましたよね。で、あと去年の大森プロのタックルを特集したような雑誌にも載っていて、買えたろうなーなんて思っていて、ずーっとですね欲しいな欲しいなと思っていて、まさかこの一番めでたい日に届くとはなかなか粋なね計らいじゃないですけども、ナイスタイミングで届いたら、はい、新聞紙丁寧に、あ、すごい丁寧に梱包してくれてますね。うわー、これ折れない、あ、出てきた出てきた、はい、こんな感じでね、いやー来ましたよ、はい、納品書ね、まあ保証はつかないよって話だったと思う、まあ、ちょっと後でこれも見てみたいと思いますが、まずは竿をね開けていきたいと思います。まずはこんな感じでね、台は、説明書きもちろんですけど、英語ですね。じゃあ、開けていきまーす。アメリカの匂いするかな。
メリカの匂いかどうかちょっとわからなかったんですが、こういう感じのようなよーし、それもいい。おお、来たよ来たよ来たよ。はい、かっけー、タトゥーのエリート来ましたね。え、新品で、あ、軽いな、結構重いものまで背負えるよっていう竿だから、言ってもやっぱりもうちょっと重いのかなと思ったんですけども、非常に軽い。あと7フィートのクランキングロッドっていうことなんですけども、グリップエンドがすごい短いですね。こうもうなんていうか、7フィートでクランキングロッド、もうちょっとグリップ長いかなーなんて思っていたんですけども、はあ、こんな感じで台は入っていて、タトゥーラエリート、7フィートクランキングって書いてあります。あと大森プロのサインなんかも書いてあるので、ちょっとあと手元でですね、細かい部品の方なんかは、見ていこうかなと思うんですけども、はい、こんな感じで来ましたよ。いやー、じゃあですね、ちょっとまず細かい部品の方から見ていきたいと思います。はい、じゃあ手元でですね、細かく部品の方を見ていきたいと思います。まず先ほど言ったようにこういった感じでグリップエンドが結構短めじゃないかなということで、でこういう感じの灰色のですね、グリップね、滑り結構滑りづらい感じですね。ギュッと、握り込めそうな感じで、で型番としては TAEL701MHRB の -G、 こういったモデルになります。でクランキー、7フィートのクランキーなんていう風に大森プロが言ってるのがこの竿でいいんじゃないかと思うんですけども、タトゥーラエリートシリーズの、大森プロが監修したモデルということですね。で下の方から見ていくとこんな感じのトリガー、ね、ここも色綺麗ですけどね。このダイワの D ってマークが入っていて、でここちょっと開けていってみましょうか。開け切ると、こんな感じでね、ここにね、ルアーのフックキーパーがついているので、まあ、これ以上上がらないんですけども、こういった感じでなっておりまして、フックキーパーがあってでね、これ上がりますね。ここ大森プロのサインがシグネチャーモデルっていうことで、こうキラリーンと、で型番が書いてあって、タトゥーラエリート、7フィートのクランキーって書いてありますね。でこう言って最初のガイド見てきますかね。こんな感じの、あ、でここにも台は、ね、書いてあって、でねこれ SIC じゃないんですよね。 SIC ガイドじゃないことによって、まあ、コストをそんなに高くしないで、ただこのエリートシリーズにはダイワのカーボン素材のガイドね、 AGS とか搭載してるモデルがあって、そっちはちょっと高いんですけども、このクランキーモデルはこんな感じのガイドで、そんなに、お値段も高くなく、買えたんじゃないかなと思います。こういう感じでガイドが続いてきましてね、トップガイドで調子はですね、7対3っていうことで、でね、グラスコンポジットモデルっていうことなんですけども、なんと2オンスまで背負えるっていう結構パワフルな、ロッドになっているので、結構ね、穂先の方もですね、パーンとこう、まあ、張りはあるんだけど、負荷がかかると素直に曲がっていくっていう感じになるんじゃないかなって、早く釣り場で使っていってみたいですけどね、こんな感じに。なっております。
リールはですね、まあ台場のさんなんで台場で合わせたいところなんですけども、今手持ちのリールだとギア比低いのは、そうだな、まあアブのパワークランク5とかそういったのを合わせていくような感じになるんじゃないかな。でその後さらに行くと、バンタム買おうかななんていう風に思ってますんでね、台場の竿に、シマノのバンタムリールを乗っけるようなこういった組み合わせになるんじゃないかな。でも銀色銀色でね、色合いはすごいピシッと決まりそうだななんていう風に思っているんですけども、そういう組み合わせで使っていこうかなと計画中です。でですね、あとどっかに書いてあったんだけどね、あ、これだね、技術特性として X45 使ってるよっていうことで、この裏のところに X45 っていう風に書いてあります。でこれがですね、先ほど竿を開けた時についていた、まあ、台紙なんですけども、あ、これ裏かっこよくないですか。ダイワの契約プロの顔がズン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 って、大森プロもいますね。あ、こういう感じで各、その得意なルアーに合わせたスーパーロッドが各プロのモデルとして出ているよということで、タトゥーラエリートでね、こういう台紙がついていて、で説明書きは、あ、こっちは何ですかね、英語で書いてありまして、で富士の、アルコナイトっていうアルコナイトリングというですね、ガイドを使っているよということで、まあまあそこまで別に弱いわけじゃないんだけども、 SIC とか、まあ、例えばトルザイトとかに比べると安いから、トータルで結構安く竿を仕上げることができるよということでございます。ホームページにですね、この竿の特性がいろいろダイワのホームページで書いてあったんで調べてきたんですけども、ちょっと読んでいきたいと思います。 701MHRB の G7 フィートクランキン、世界最高峰のトーナメントで戦い続けるバンクビーター、大森高弘の2本のメインロッドのうちの1本がこの7のクランキングロッド。大森高弘が得意とするシャロークランキングはもとより、この1本のロッドでリップレスクランク、ワイヤーベイト、ブレイテッドジグ、スイムベイト、ディープクランクまでを全て対応。パラボリックに曲がるロッドが多いグラスコンポジットロッドの中では珍しい7対3のファーストテーパーが、シャロへのロールキャストなどアキュラシーキャストを確実なフックセットを可能にしてくれる。ということで、これがもう本当多彩に1本あればいろいろなものが使えるよということで、ね、リップレスクランク、まあ、バイブレーションのことですよね。まあ、あとブレイデッドジグ、去年ね、あのグラスコンポジットの竿で、チャターベイトですね、いわゆる、ブレイデッドジグ使ったところですね、非常に具合が良くて、ただですね、ちょっと自分の持っている竿柔らかいので、もう少し強い竿でもう少し重いやつを投げて、ちょっと中層から深めをダダ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 って巻きたいなっていうことで、どんな竿あるかなって、エバーグリーン の、 ちょっと古いですね、スーパーノバのハスキーとかね、あれとか今中古釣り具屋さんで見かけると9000円とか1万円ぐらいで買えたりするので、あれを買って使ってみようかなとかいろいろ考えていたんですけども、それでまあ雑誌とかネットとかいろいろ調べていたら、このグラスコンポジットの世界で戦う大森プロのモデルが出るよと、タトゥーラエリートシリーズ出るよというアナウンスを見つけることができたので、もうずっと欲しかったんですよね。まあとりあえずこの春先なんかは、2オンスまで背負えるっていう仕様なんで、まあ、アラバマリグとかね、もう投げるの好きなんで、そういうのでも試してみたいなと思っていて、そんな釣りをしていると徐々にバイブレーションが、効いてきたり、あとクランクベイトが釣れる、春から春の終わりの釣りに移行していきますんでね。で、まあ、3月その頃に変えればいいかななんていうふうに思っていたんですけども、我慢できない我慢できないと思って買ってしまいました。ただもう大森プロですね、これで大会のライブ中継で見ていたら、クランクベイトをもうマシーンのように岸沿いに投げて釣って、岸沿いに投げて
釣ってっていうことでものすごい圧巻の釣りを、見せてくれましたからね。あれを見ちゃったらちょっとあの日本でのなんだろう発売日まで待てないな、これは待てないなと思って、もうまあその前に注文はしちゃっていたんですけども、とは言っても結構まあ並行輸入品だったりするのかなって、結構届くのはあと1ヶ月ぐらい待つのかななんて思っていたら、在庫があったのかものすごいスピードでですね、家に届いたので、早速ですね2月の中旬の釣りから、これねいろんなルアー投げて、使い心地なんか、レポートしていけたらななんていう風に思います。大森プロほんとかっこいいですよね。あのたまに向こうでの暮らしが長すぎて、あのちょっとした英語を喋る時っていうか、まあ、日本語の中にこう何ですかね、英語が入ってるタトゥーだとかいう時とかに、あのどうしてもなんか向こうの本当ネイティブの外人さんみたいなのがポロッと出るんですね。あの瞬間がたまらなく好きなんで、こう大森プロインタビューなんていうのがあるとついついあのずっと YouTube で見ちゃうんですけども、今回の優勝した後の映像なんかももう早速 YouTube で上がっていましたんでね、それでこのモデルと、あとはもう一個のフリッピングとかで使うモデル、あとそれともう一つ、他のプロが担当しているタトゥーラーエリート、この3本をメインで戦ったよなんていうコメントと、応援してくれてありがとうなんていうコメントの動画、もう見ることできますんでね、ぜひですね調べてみて、あともしあのできればリンクなんかも貼っておきますので、そこで大森プロの戦い終わった後のですね映像なんか、調べてみると面白いんじゃないかなと思います。というわけで、本日の釣り子 TV は祝大森プロ優勝で、この優勝に貢献したウィーニングタックル、これが優勝と同じ日に家に届いたんで、こう開けてみたよ、はい、こういう動画でした。釣り子 TV でした。